皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月31日、18時23分、プロ野球界の方たちへのメッセージなんですけども、まあ、ギリシャへ訪問という形での、まあ、公務ということになってますが、そちらで、佳子さまが会う、本当に会うとかを、連呼しています。で、ただしそれまでの神社の参拝などでも会うなどとは言ってるんですけども、全く当ては話し合いなんかしないんですよ。会ってないです。で、淡井圭介と会うと言ってくださいって言っていても絶対言わないっていうことは、それで巨人が、あとサッカーでもゼルビアが東京のチームです。サッカーの方は1位にいる。で、巨人もそれなりの順位にいる。これやっぱりおかしいでしょ。だからその、どうとでも受け止めれる内容にしておいて、だから行動で決まるっていうのは、言った限りは絶対会わなきゃならない。僕に会って話し合い、早急に。で、言った回数、というよりも、もう僕と会ってここで話し合いをしてね、それを公開するまで、東京のチームずっと負けてください。頭の中を搾取されたりとか、あなたたち睡眠不足になってないでしょ。それだったらもう僕の方に睡眠時間回してください。もうそれは人としての、筋で第三者の、その、放送機関、要するに、弁護士会だとか、そういった形で対応してもらわなかったら、これは身が持ちません。本当に。昨日はあの、睡眠不足のまま、50キロほど歩いて、記録はあります。河川などの撮影、まあダムの、作り方は、まあ、これぐらいの位置だとか、この地点のところにだとか。そうじゃなかったら、この世の中のルール、だって、岸田さんだって東京都の出身じゃないですか。で、結局東京都の人間が世の中を動かしていてこうなってしまったんですから。で、まあ、誰なのかわからないけども、佳子さまに関してもこう悲しみを押し付けてくるっていうのは、それが手前勝手なんですよ。ものすごく。相手を怒らすようなことを笑いながらしておいて僕に悲しみを押し付けてくる。話むちゃくちゃでしょ。だからその悲しみ自体が本当に、佳子様のものなのかどうかわからない。コンピューターのこの社会。で、それは政府の持ち物で、首都、理化学研究所、行政の持ち物。どこの土地にあっても。この体制から抜け出せなかったら何も進まないんだと思いますよ。進んだ気になってるだけ。風力発電とか。あんなものじゃ全然足らない。本当に。もう使った金属こちらに回して、河川水門解析玉発電作っていれば、当の昔にこと足りている。民法720条、丸1、丸2、正当防衛なんですけども、他者のためにも正当防衛使用できます。同じですよ。民事訴訟法と刑事訴訟法、順番に読んでいたらわかります。で、その後についている、小さな文字とかも見たらわかります。類似のもの。類似とかつながるようなものですね。で、それも、その時その時の六法全書によって、変わってきます。そういうふうに、弁護士さん、おっしゃってます。判例のものもあれば、その時その時に合わせて、次どのような法律とつながっていくかっていうことを記載しているのであって、結局、東京都の人たちが悪いことをしてるっていうのを認めるかどうかなんですよ。佳子さんも含めてね。佳子さまが淡井圭介側なんだったら、会うって言ったら、もう絶対ここに来てます。でしょ？で、ここでもう、だから証拠必要ありきじゃないと無理だから、適当にその辺歩いてるところを電波で撮影して、いや、あれで合ってるとか、そういうような卑怯な方法を使ってたんでしょ？だからそれは無理だから、だからここに来てちゃんと撮影して、会いましたと。で、こういう風な話しましたっていうこと。これを公開したら早かった。
で、これはもやあなたたちが断れる権利はないんです。東京都側の人間が阻害していたから。万博を許可したのは元外務大臣の出身の岸田さん。あ、万博の責任者でもあります。だからその時のいきさつ、安倍晋三さんを亡くなったことにして、その真相っていうものが、まあ、はっきりわからないまま水面下でどういうふうな話し合いがあったのかっていうことを明かしてもらわなかったら、正直国会議員の方でも疑心暗鬼になるでしょう。どこの国に誘われたんですかって、どういうふうに言って、でそれを今ここで言うと、とか何かそういうふうな話、まあ、他の場所で言ってもそうなんでしょうけども、僕の答えはシンプルです。もともと先輩の国会議員とかは、大臣、総理、副総理、官房長官とかになるから、その人たちが持ってきた話、万博に対して抵抗はできない、万博という条約ができたからそれを消すことができないっていう簡単な図式図であって、万博の条約を消せないんだったらあなたたち口座に振り込まれる給料止めなさいですよ、国連。あとそこの国の議員、大臣以上、これでいいじゃないですか。何かそういうルールあった方が消しやすいでしょう、万博という条約。あとスポーツ振興法も、オリンピックに関する法律も。 NE の残存量問題、50億人以上の命の方が、優先順位上です。 COP28 でも、2019年対比で、2035年には、化石燃料の消費量を 65% 削減を、掲げています。両方して、あとそれと、ガソリン車の生産停止を、今年までと。今年までに、ガソリン車の生産停止。だから一番遅かったところが大きなペナルティ発生したらいいんじゃないですか。基本的にそこの国にある自動車メーカーで、不法投棄されている車などを回収して、分解して、で再利用という形になるんですけども、溶かして、だからガソリン車の生産の停止が一番遅かったところはその費用を立て替えたらいいんじゃないですか。それくらい、スピード感のあるもので物事を進めるべきであって、何でも一人で決めちゃダメなんじゃなくて、政府が集団で癒着してるから物事がずっと癒着のままで、しょうもない世の中がずっと続いていたんですよ。高級取りが高級取りのままで、法律業界も知っていながら助けようとしなかった。それが国会議員の人たちですよ。地方議員も、知事も。だからこの世の中を一回しっかりしたものに変えようと思ったら、三振と以内の請求とかもありますから、だからもう軒並み、家計的に続いている議員の皆さんは、三振と以内の請求でノックダウンみたいな形で物事を考えてもらって、それで進めるしかないと思いますよ。これだけ人口をずっと縮小していて、それでも建物を建てさせている、あなたたちがせっかく権力を持ったのに、それを止めようとしないんですから。昨日宝塚市で見ましたよ。まだクレーン動いてましたよ。高層ビルの上で。高層ビル作ってましたよ。フロア制限かけたらいいって言ってるのに、宝塚市の市長と兵庫県知事一体何してるんです？各市長集めて言ったらいいじゃない。斉藤さん。なぜ自分の仕事できないの？君本当にエネルギーの残存量問題で立候補してた？知事として。あのね。敬語使わなきゃならない相手と使わない方がいい相手、はっきり区別つけとかなかったら危険なんです。権力手にしてすぐにエネルギーの残存量問題に取り組んでる人間だったら、すぐにそれ、すぐに発令します。しないんでしょ。結局票なんでしょ。なんでそんなやつに大金稼がせなあかんねんっていう話になるんです。本当に。
人口減ってるから空き家の数の方が絶対多いでしょ。で、例えばこの辺だったら大阪府と、近隣の都道府県、家2軒持ち行ったり来たり、もしくは社宅っていう形、社宅は一番最悪ですね。後で買い手なんかいない。この辺すぐ近くのところ、まあそこは一時的に住んでる人間はコロ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 変わってる。もう最初から無理な発想ばっかりだったっていうことですよ。その研究は首都である東京にあります。結局トヨタも東京都に移転したでしょ、本社。で、台風が東京の方に、まあ、近づいていってっていう形で、そもそも私が台風の勢力が大きくならないように対応していて、もうフィリピンもインドネシアも被害出なかったでしょう。出ました。どうです。まあ、二通りの考え方ありますけども、一回目の線状降水帯の方かなっていうのはあるんですけども、別にそうじゃないなっていうのはあるんですよ。だって3日間ほどずっと、もっと前の日から、完全に空晴れで、風、こちらで吹かせてましたよね。風を取っていて。まあやっぱりそうでしょう。なそれ、もともと原監督もそうだったし、元読売ジャイアンツのね、監督も。で、他のスポーツ選手とかもそうですし、あとそれと、横を通り過ぎたり、会うって言って、横を通り過ぎるだけでごまかしていた人たちね。隠蔽側の人間ばっかりだから、ダメなんですよ。その人たちの意見は全て却下。それしなかったら。隠蔽側だから。それで勝ち続けていたから。で、こっからがね、この間、ちょっとそれなりに、ホームページ淡井圭介の履歴の一番のところに文章でね、ちょっと大きめの文字で、ヤクルトスワローズの、元、日本代表のキャッチャー、古田さんの件なんですけども、まあ、昔もその件指摘してね、テレビ出演しているときに、白状していました。で、アダルトビデオに出とった人間、まあ、DVD とかも全て含めてですよ。あるいはエロ業界、全球団で、ここ、46年間で、何人います？これちょっと正式な数字出してもらえますか？あと名前と、公表して。多すぎる。ね、国の金を身勝手に使い始めたら、もう絶対こうなんですよ。良くない側の人間。自分が汗水垂らして頑張ったんだただけの、その、価値と自分たちのしてきたことの内容が見合うかっていうと見合わないんですよ。スタジアムの建設費用と、それと、うん、それまでの JR っていう国鉄というみんなで作った、日本国の鉄道、労働力。それを地方自治法の内容によって、まあ各地方にある程度分けてるだけであって、じゃあ実質的な労働を、その対価に見合うだけの労働をしましたかっていうと、そうじゃないとしか思えない。そしてテレビ局はそういった内容に関して公表していない。ずーっとスポーツ新聞とかでも、多くのところはね、いくつかのところはスポーツ新聞から、エロ関係のところの、広告とかなくなりました。私からの呼びかけで。だけどまだ継続して行ったりしてるとこはあるでしょ。エロ業界で組んでるでしょ、スポーツ業界が。な、全員のきなみノックアウト。反論の余地なし。ジャイアンツも同じ。球界の名手。と言いながら、自分たちはそれを率先して行っていた。
だから他の動画で、まあ、佳子さまへのメッセージとかで、まあ、どういうふうなものが今まであったかっていうような内容とか、そういうことを、明確に言ってますけども、それは現実だから。だからもうその辺のところは私に一任してもらうしかないですよ。他の人間はそういうふうな行動してこなかったんですから。だって、その中に警察官何人いたんです、自衛官。この46年間の中で。で、その中で、エロ業界と組んでた人間、やってた人間、何人いたんです？多いでしょ。結構。一軍二軍ありますから。あと選手の入れ替え。結構いるでしょ。僕がだいぶ前からその手のことをしょっちゅうしょっちゅうこう言うことによってだいぶ正常化してきたんでしょう。あとテレビ出る連中の発言、それも徹底的にもうそういったことを言うような人間、そういった社会があるのが普通みたいなことを言う人間、もうテレビ出すなと。いらないから、そういう業界。これ正当防衛って他者のためにも使います。私だけじゃなくてね、全国民が滅びるか滅びないか、滅びないかにかかってるんですよ。エネルギーの残存量問題含めてね。そういう奴らすら取り締まれない人間がエネルギーの残存量問題に真面目に協力してるかって言ったらしてない。野球界自体、サッカー界自体、12球団2リーグ制サッカー界に言ってもしない。約20球団に増やしよう、 J1 で。その次野球界、南から北に向かっての巡業っていうのは私が提案していた。だけども、何もしない。反論の余地なし。もうバスケットボールだろうが、ラグビーだろうが、バレーボールだろうが、もう東京都は、佳子様がここに来て淡井圭介と一緒に喋らない限り、もう負け続けてください。あなたたちが力を搾取される側になってください。もともと、選手、監督、コーチが、頭の中だとか、腕の力だとか。今、僕の腕の力取られてる。僕はジャイアンツじゃない。東京の人間ではない。兵庫県、生まれの兵庫県。育ちです。まあ変に皇族の人たちとかが長生きしてるからくりも言いました。寿命も返しましょう。東京都の人たちで。鬼は一体どちらだったと思います？その本当のことが分かったときにね。安倍さんの母親は95歳でお亡くなりということになっていますが、やっぱりここも、総理関係で、総理がコンピューターに守られている理科学研究所、政府の持ち物。もちろんそれは、皇族の者たちにも、使用されていた。だから我々の睡眠時間が搾取されていた。これが事実ですよ。まあ、黒人初の大統領が誕生しても自分たちが変わらないんだったら意味がない。相手が言ったことですからと言って、何でもかんでも、受け止めるのか。じゃあその後こちらが否定した内容をなぜ受け止めていないのかっていうことになります。私は睡眠時間なんか分けたくないです。無理やり起こされたくありません。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。社会の現実っていうものを本当のことを、明るみにしていきますので、皆さんチャンネル登録、着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただいたり、まあ、自分の身の回りの方に、淡井さんの動画を本当に見ておいた方がいいよと。まあ、ある程度の年齢層からは、まあ、第二次世界大戦の直後の頃とか、もう栄養事情が、まあ、2、30年ぐらいはひどかったと思いますので、実際、僕は子供の頃、プロ野球選手も、身長190センチ台の日本人の人なんか、まずいませんでしたね。だから、まあ、それは栄養事情によるものだったと思うんですけども、だから、戦後30年ぐらいは、
まあ、食料事情すら、非常に厳しくて、だから、うん、本当は寿命は世界中で、まあ、我々日本が、白旗を上げて、戦争が終結した後も他の国では戦争は続行されていましたから、だから平均寿命のところで、まあ、数字がああいう風になったりしてる部分があるだけで、まあ、他にも環境的な部分もあると思います。例えばロシアだと、まあ、冬場なんてとてつもない寒さですから、まあ外に、まあ、食料の備蓄が足りなくて、雪の中買い物に行ったけども、帰ってくることができなかったりだとか、ホワイトアウト、要するに、すごい猛吹雪だとか、まあ、そういうふうな、ああいうふうな緯度経度を考えると、カナダの人たちの人口は少ないのももうなんとなくわかるじゃないですか。たとえ四駆でチェーンを巻いていたとしても、目の前が猛吹雪だったら見えないですからね。そう簡単に生き残れる環境ではなかったと。そういうふうなことを大真面目に考えて、この何もできてない国、しっかりとスポーツ業界ぐらいのできることを私が言ってますから、ご協力ご対応のほどよろしくお願いします。